あいつこんなこと言ってました。リターンズ。テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどで有名人が調子ぶっこいて話していたことなどをチクってもらう企画です。ちなみにワンピースでいうところの能力ある？金木能力者？いや僕はまあ能力、何の能力持ってる？僕はね、あのすごい皆さんをね幸せにする能力を持ってるんですよ。何の実を食べたの？え、いやそれはもうあのカキ、カキの実。知らないんだ、ワンピース読んでないの。怖い。ごめんなさい。カキの実食べたらしい。カキの実食べたの？カキの実を食べたの、はい、それ能力者じゃないよ、おじさんだよ。そうですね、カキの実を食べたら。いや、おじさんだよ、それただの。そうです、うん、美味しかったですよ。ダメよ。そうです、うん、いや、美味しかったですよ。カキの実を食べたの？はい、あのゴムゴムの実とか、あ、スベスベの実とか、ええ、まあいろいろあるんだけど、ええ、僕カキの実食べたんです。カキの実ってそれで何？いやいや、カキになる前の。カキね。カキの方ね。まあねね、うん、そうそう。カキの実を食べたの。カキの実。カキの実。カキの果実ね。果実の方。果実を食べたの。なんか果実をペッて食べたら。うん、さあどんな能力が？だからそんなすごい世界が平和になるんですよ、僕が食べると。カキを食べると？そうそうそう。そんなバカなことないでしょ。いやいや、あるんですよ。これが。ちょっと汗が止まんないですね、私。ちょっと涙目になってきました。ちょっとごめんなさい。いやー、ちょっと今月一番、ちょっとこの一年で一番今焦ってる状況ですね。意識が飛びそうです。俺ムシムシの実。金木をムシ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 。ラジオネーム、はい、稲葉の白うなぎ。有吉さん、経済産業大臣宮沢洋一さんが政治活動費として広島の SM バーでの飲食代に含めていたことが話題になり、そこで宮沢大臣自身は、私は言ってません、秘書ですかねとおっしゃっていました。有吉さん、有吉さん以前たまに広島に帰りたい、帰って広島の風俗に行きたいと言ってましたね。おい大臣秘書、有吉大統領がこうおっしゃってるんだ、ちゃんと感想教えてやれ。政治について言ったら大事になるからな、あんまり言わないけど。本当大臣言ってないの？いや、これは、うん、だから俺はちょっと、はい、ぜひ行きたいですよ。広島の SM バー、ね、SM バー、なんか店長取材受けてましたよね。あ、そう、そうそう、出てました。良さそうな人だった。そう、まあ顔ぼかしかかってましたけど、ね、はい、まあ、物腰とか、そうです、物腰は柔らかい感じでした、ね、じゃあ行ってみようかしら。ニュース見てきたんですけど。あ、そうなんだ。うん、いいけどね、うん、今日行くか。あ、今からなんですか？広島行きますか？みんなで SM クラブ。あ、SM クラブ。あ、いいですね。SM バーなんて言わずに SM クラブ。もうガッツリ行きますか、今日。ガッツリ行っちゃいましょう、そしたら。ラジオの経費で。いいですね。あら、これ、お辻君が捕まって。僕は言ってません。言ったのは有吉さんたちです。JFN の偉い人に怒られてる。僕は言ってません。なんだ、この経費は。SM クラブ、僕は言ってません。本当か、本当かね、辻君。言ってないのかね。言ってません。言ってないのか。あれ、もうそこが、ああ、そうか、言ってないっていうのか。うん、じゃあ、この太い勘定を入れたら、なんて言うかな、辻君は。すげえラジオ。お偉いさんが言ってるじゃないですか。経営してんね、見てる。ラジオネーム、レッツゴー万引き G メン。有吉さん、大変です。アメリカの、ウェイクフォレスト大学再生医療研究所が人工ペニスの培養に成功したようです。オスのウサギへの人工ペニス移植に成功し、勃起成功、射精もでき、12回のセックスでメス4匹が妊娠、今後5年以内に人間へのテストを行うとのことです。昔から女性がセックスで得られる快感は男性の何十倍と言われており、我々男性はずっと辛い思いをしてまいりました。しかしこの人工ペニスを我々の体に100本移植し、全てのペニスを同時に射精することができれば、女性の快感を完全に超えることができるのです。有吉さん、機は熟しました。早速有吉さんには年収5億円を使って傭兵を雇っていただき、研究所を襲撃させ、人工ペニスの研究データを全て奪い取った後、半蔵門 JFN 研究所による人工ペニス移植実験を開始してほしいです。そしてゆくゆくは番組のノベルティをステッカーから人工ペニスのデビルペニちゃん、エンジェルペニちゃんに変更し、日本中にいるゲスラーたちにペニスをばらまくチンポナイトドリーマーとして日本のラジオ界を根底から覆してほしいです。
有吉さん、みんなでチンポの化け物になって、みんなで射精し、みんなで気持ちよくなりましょう。何とぞよろしくお願いします。夢あるな。いやすごいですね。鼻に熱が入ってましたね。いやもう俺チンポの化け物になる覚悟はできてるけど、ね、できてもう腹を固めてんですか。すごい、自らが実験のやっぱり実験体としてやるしかないけどね。それはもうみんなから化け物呼ばわりされるだろうけど、いやもう 100% 言われますよね。おそれでも俺はいいね。だテレビとかどうなんですかね。テレビはもう出ない、もう出ない。もうそこもそらだチンポの化け物だから、まあ、出れないですよね。いやそら出れないでしょ。チンポの化け物出れないでしょテレビ。だけど俺その覚悟があるよ。そのまでの全ての仕事を追ってでもそうやる。うもう俺はもうチンポの化け物みたいな。バカかおい、バカな、バカな放送してんじゃないの。自ら苦情入れてる。私はあげとこう。ねじめの時に忍三郎、ある意味コマーシャルという概念をぶち壊した自己顕示欲の塊こと高須クリニック高須克也が自身のツイッターで、いくらでも飲める西原理恵子すごいと写真付きでつぶやき、それに朝青龍が飲みすぎと返信してやがりました。なんか知らないけどカオスかよ。てか俺の朝顔型包茎チンチン直してくれよ院長。なるほどね。だって今ちょっとこれ弱いよね。だってそうですね。いやいいんだ、はいはい、いいあれなんだけど、ちょっとチンチコの化け物のあそうですね。まあちょっと強烈な話だったね。運がないな。ああそうか。朝青龍ツイッターやってんの。でもあやってますね。そう。あそう知らなかったわ、はい、両国の駅の真ん前の超いい立地のところにある朝青龍のちゃんこ屋はもうやめてるけどな。そうですね。あもうやめたんですか、うんうん、はい、そうかツイッターやってんのか。ちょっとフォローしてみようかな、はい、うん、なんか一回暴言吐いてやめるってなったんですけど、すぐその見てる人からやめないでっていうの声を言って、もうやめます、やめませんってなったんです。なったの、はい、30分ぐらいで。なんていう俺、はい、でも失礼あったらぶん殴られるだろうからね。日本にいるんですかね。いねえのかな。どうなんですかね。まあ、あっちでいろいろ会社作ったりなんないし、うん、朝グループだろ。はい、そうなんだ。いや友達になりてえな朝青龍。すげえ飲み連れてかれんじゃないですか。いや絶対飲みでも年下だからね朝青龍。まあそうですね。でも横綱だからな慶応は。い朝青龍いたら俺、うん、あだからこれ俺の夢言ったかもしんないけどさ、はいはい、モンゴルのすげえ喧嘩強い人集めて暴走族作るのが俺の夢だから。そんな夢やったんですか。ちょっと聞いた覚えなかったです。そういう意味ではちょっと朝青龍さんに押してもらって。あそれはもう仲間にしといたら、いい、ね、その夢叶うんじゃないですか。金グランド僕怖かったな。うちのチーム結構金基本でもね体つかないですから。みんな馬だった。六本木通り馬だから。怖。ああ怖いな。なんだ怖いな。追いかけられたくないな、そんな集団に。バイクじゃないんですね。チンギスハンの時代です。ラジオでバイクの音流すから。偽装してるんですよ。ラジオネーム壁の落書き。ありがとう。今日も有名人の荒探しのため何をやってんだ。検索をいろいろしていると男性タレントツイッター人気ランキングというのを発見しました、うん、軽い気持ちでそのページ開くとトップ5のメンツが野久保直樹、鶴野武、伊集院光、鶴野武、赤西仁という衝撃的なものでした、うん、有吉さん僕はいろいろなタイプの悪口を一生懸命考えてみたんですが全くわからないし、多分このランキングを作ったのは暇を持て余した野久保だということは分かっています。今回はなんだか野久保がかわいそうなので悪口言うのやめておきます。野久保死ぬんじゃねえぞ、うん、なるほどね。なるほどねって流すほど冷たいことはないけど。ラジオネームセンターエビス、有吉さん、頭がお花畑な危険ドラッグ集団世界の終わりのボーカル深瀬が自身の誕生日にツイッターでこんなことをツイートしました。29歳になりました。今年こそ包茎が治ると信じてます。黙れビジネス包茎。羨ましいは別としてな、キャリーパンダムとかいう殺風景フェイスとやりまくってるやりちん野郎が包茎アピールしてもゲスナーは騙されないんだよ。包茎っていうのはな、選ばれし者にだけ与えられる称号なんだ。包茎の名を使って売名行為を行ったお前には我ら包茎軍の武闘派一の城を送り込むからな。お前みたいな貧弱者はちょちょいのちょいだ。包茎は正義、ズル向けは悪、包茎軍はこれからもビジネス包茎を買ってくぞ。おいそこでくつろいでいるビジネス包茎ども、
次はお前らのさ、OK 万歳、リバ OK、OK 永遠なる。バカかよ。チンコの話題になると力ありますね、やっぱり。違いますね。ラジオネーム違います。ああ、そこそこ。有吉さん、自称漫画家、本職はロリコンの小林よしのりの野郎が、AKB48 渡辺真由のベーコンの被り物を着用した写真に興奮し、ブログでこんなこと言ってました。ググタス見たら、真由がベーコン被ってた。真由、君は王道の正統派の、キラキラ光るその、華やかな、何をやってるんだ、真由。おいカピバラ、お前どんな感情でこの文章書いてんだ。お前の書いた文章な、俺はブログからコピーせずに一文字一句全て手打ちで書いてみたけど、途中で鳥肌出てきたぞ。一般素人の童貞の俺がドン引きってことは、インスタグラムの裏アカウント事件の張本人、渡辺真由は全身に謎のジンマシンができて、デング熱の方がまだバシって書くぞ。そんなんだから、一茶のダッチワイフで元 AKB の増田由香から嫌いって言われるんだよ。そういえば元彼の写真流出した指原もお前のこと嫌ってたな。あれ、おい、お前に関わった AKB メンバー全員スキャンダルありじゃねえか。お前死神か、疫病神か、貧乏神か。今すぐコンドームの被り物をして秋元康に謝罪してこい、この汚れメガネ。何やったんだよ。以上、